皆さんは弘前市内を車椅子で歩いたり介助したことはありますか？普段は気づかない道路の段差や坂道、横断歩道など車椅子利用者や介助側の立場から弘前市内の快適な歩き方をご紹介します。協力団体ヒロレポ、弘前レポーターズ。ヒロレポとは若者目線で弘前のことを伝えるために発足された広報弘前で学生企画コーナーを担当する女子大生グループ。今回弘前駅から弘前公園まで車椅子で案内してもらいます。私たちヒロレポが体験します。弘前駅のすぐ目の前に弘前公園、大手門方面と書かれた地下通路の看板を発見。そばにエレベーターがありますので、ベビーカーの方、荷物の多い旅行者の方も便利ですね。思ったよりも車椅子の方に対する工夫といいますか、そのバリアフリーが充実してるなと思いました。着いた場所は駅前公園、上戸手町に続く遊歩道、駅戸手プロムナードを通っていきます。駅戸手プロムナードは7月から10月の毎週日曜日、青空市場マルシェでにぎわいます。初めての交差点、思い通り進めず大変でした。駅戸手プロムナードはさまざまなオブジェがありますので、ゆっくり楽しみながら移動できます。駅戸手プロムナードを抜けると上戸手町に入ります。広い道路は整備されてていいんですけど、ちょっと狭くなると自分もそうだし他の人に気を使うので、車椅子の方は大変だなと思いました。少し車道に傾いている部分もありますので注意してください。中戸手町の街中情報センターで休憩してみましょう。大きい交差点に進入、信号の間隔は長いのですが、車椅子の操作に戸惑いギリギリ間に合いました。街中情報センターに到着しました。街中情報センターを後にし、再び土手町へ。車椅子の操作にも慣れてきました。街並みを楽しみながら進みます。途中スロープになっている箇所がありますので、後ろ向きで体験してみました。この先はなだらかな上り坂になります。坂の解除を行ったんですけど、やっぱり坂プラス道が狭くなるとすごい解除する方もされる方も難しいなと感じました。坂を登り切ると市民中央広場が見えます。道の向かいの蔵のような建物はお手洗いです。平らな道をそのまま進んでいくと、向かいにお堀が出現し、大手門広場に着きました。いつもだったら気にならない電柱とかが道を狭くしてるんだなっていう風に感じました。車椅子ご利用者が電車に乗車された場合、あらかじめ乗車駅から連絡が入り、駅員が降車のお手伝いをします。
多目的お手洗いや展示用券売機などバリアフリーに対応しています。今回ご紹介した道以外にも歩きやすい道、逆に歩きづらい道もあるかもしれません。道の段差や横断歩道などで困っている方を見かけたら、ぜひ声をかけてくださいね。皆さんの優しさがバリアフリーな街を作ります。